てるような排他的な視線に聞くとさせられた。また悪い癖が出た気がいるんだ。すぐ調子に乗って喋りすぎるからだ。その場の空気ぐらいは読めるように、いろんな頭の普段使わない部分に打診をしてみたけど、思わない冷や汗のリフレイン、一応名前のこと追い詰められて血をついて出た罪のない失言で、聞こえる。この土日に文化祭を構えたにもかかわらず2日とも雨という、なんと報われない恵まれない、立ち花祭第9回でございます。非常に残念でございますが、こんな天候をちょっとプラスに捉えてやろうと思ってこんな曲を選んでみました。映画スパイダーマン2にも出てくるこの曲、皆さんご存知でしょうか。Won't defeat me. It won't be long too.
that this me mind will soon be turning red. Cries not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, because I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. すいませんけど、あと1曲でございます。僕が作るこのペンホールズハーモニカと呼ばれるこの楽器ですが、なんでこんな変えるのかというとですね、ちょっと違うんですね。キーを変えるというのがちょっと面倒くさい楽器でございますが、口一つでできる便利な楽器でございます。これを駆使してもう一曲だけやりたいと思います。最後は皆さんご存知かもしれません、可能性銀行という歌を、一教師がこんな曲のタイトル言うだけで拍手をもらっていいもんかどうか迷ってしまいますけれども、聞いてください。可能性が金と違うのは、
か試せないこと、この時代じゃ利息なんか微々たるもんさ。男にゃモテる
人で一途でちょっとだけシャイな僕の横で歳でも撮ってみませんか。リクエストしたんだから行くわしぐらいください。ありがとうございます。誰でもいい口じゃ言うけど実際君以外いそうにない。これという理由もないけど心がそう叫ぶのさ。彼女が欲しい、彼女が欲しい、運命か偶然か何でもいい。そこのあなた、僕のこと名前で呼んでみませんか。そこのあなた、あわよくば名字に藤田なんてどうですか。